どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ・インボーク。リ・インボーケフェスの大感謝チケット、またですね、100枚溜まってるんで、100連、引いていこうかなと思います。では行きましょう。120があるんだ。120連引こうか。あと、インボケも10日ですね。今15日。まあ、これは今日アップすると思うんですけど、今15日の午後2時ですね、この動画撮ってるんですが、26日終了ということで、あと10日になりましたね。まあかなり、なんだろうな、感慨深いというか、まあコールトイグジストも発売されてね、同時並行で上げてるんですけど、まあずっと並行して上げたかったですね、正直。PS4 のゲームと、このソシャゲとバランスよく。もう、まだ発売して1日ぐらいしか経ってないんですけど、まあ、10本ぐらい動画上げたんですけどね。俺の感覚だと案外買ってる人が少ないかなっていう感じですね。まあ、僕のリスナーの中ですけど、まあ、ほとんど東京グールのファンだと思うんで、まあ、かなりの数は買うのかなと思ったんですけどね。まあそこまででもなかったかな。まあ、やっぱりその、なんだろう。コンシューマー機でも PS4 派と Nintendo Switch 派がいて、まあ、今回 PS4 と、まあ、海外の方に行くと Steam でも発売されるっぽいんですけど、まあさすがにねPC は持ってるけど PS4 持ってない、 Switch 持ってないっていうのもなかなかね、そういう方はいないと思うんで、まあ、どっちかだと思うんですけど、 PS4 か Switch か、まあその点も大きいのかなと、思いますね。さあ SSR、 いやフェス券来てほしいな。で、あと促進剤がね、まあとりあえずあと1人覚醒じゃないわ、熟練度 100% にできるだけの促進剤は一応余してるんですけど、誰にしようかなと思うんですよね。あ、オールじゃん。オールさっき3体ぐらい売ったんだけどな。ひなみね。ひなみ当てたんですけど、使ってないんですよ。で、この前当てたクロナも使ってないんですよ、一回も。だから、どっちか、この二人のどっちかかなと思ってるんだけどね。熟練度が上がってくれれば、でもいきなり5体当たるっていうことはないと思うんで。本当その2人を熟練で 100% に両方するってことはね、できないと思うんですけど、松前も今しれっと出たけど、あれだな、松前も使いたいところはあるな。まあ俺はこのガシャ渋いって言われてるけど、そこそこ SSR はね出てる感覚ありますね。って言ったら出ないんだけど。って言ったら、ツンツンしちゃって出てくれないんだけど。さあ、SSR。まあ、基本的にはグールかな。グール来てほしいね。クロナ、ひなみ。あたりかな。まあ、最終的に、お、2枚入ってる。最終的にもう、決まらなかったら、ひなみだな。あの、かぐねがね、ひなみの、四つ目のかぐねがね、来てくれ。なるほど。そうか、これあれがないんだったな、確定枠が。チケットの方は確定枠はないんでしたね。さあ110連目、 SSR 入ってるよ。SSR グール、なるほど、暴走メーターか。暴走メーターも好きなんだけどな。そう、暴走メーターといえばかなりかっこよかったですね。コルトイグジストの話になるんですけど、コルトイグジストの敗生から覚醒して、暴走敗生に覚醒するシーンはめちゃめちゃかっこよかったですね。
はい、ということで、ちょうどボックスもいっぱいでした。で、ボックス自動選択で、売却しろというのをですね、もうかなり前からコメントで言われるんですけど、未だに学習してないんで、ついさっき学びました。はい、というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。